これがステーキだ,ーキだ食能様、ま、ステーキハウスエルシャダイグランドオープンステーキ2 0 0ムがなんと1000円さらにライススープサラダは食べ放題那覇市あけぼの3の1 9 1の小学校をステーキハウスエルシャダイあけぼの小学校向かいステーキハウスエルシャダイ さあ始まりまました夜の会議 <laughs> まだまだ緊張の第3回目ですがこの番組は毎週さまざまなゲストをお呼びして、えっと、その方の、まあ、仕事楽しい系ですねゲストというのはその方を呼びして、まあ、仕事の取り方だったりギャラ交渉だったり好きなことを仕事にしている方の深い話をしていくというそういう番組です。でまあ、大体県内 の方をお呼びしてるんですけど、今回も県内の方でなんだろうな、今回はま女性タレントに入るんですけど、えっとタレントモデルアーティストとして活動している方をお呼びしたいと思います。リスナさん、<laughs> まだまだ下手ですけどよろしくお願いします。じゃあ第3回目のゲスト近所麗奈さんです。よろしくお願いします。ああよろしくお願いします。お,ますお久しぶりです。久しぶりです。<laughs> なんか緊張しますね緊張します改めてちょっと機材ミスっちゃって <laughs> <laughs> そうなんですよバタバタでしたね <laughs> バタバタイエーイ呼んでくれてありがとうございますはい,はい怜奈ちゃんの、うん、なんだろうな,なんだろう活動を聞いていきたいと思うんですけどはい、はい、私はあのフリーランスであの、はい、タレントモデルとして活動していますえっとなんだろう 何してるって言われたらいろいろやってるんですけど、まあ、あの広告の撮影でしたり CM でしたりあとはライターもしてますしうん、うん、でたまに歌ってたりたまになんかわしゃわしゃしてたりいいろろやってますそんな感じでん、はい、だろうな女性タレントなんですけどそうですね。 他のラジオとかだと、はい、ちょっとライトに終わっちゃうと思うんですけど、はい、ちょっと深く <laughs>。<laughs> いいですよ今日は <laughs> なんだっけどりなちゃんの今日なん、はい、だろうなうん人柄とかも含めて仕事の話だけじゃなくて、はい、人柄とかも含めて聞けたらなと思ってます。はい、いくつぐらいからまずはなんだろうスタートしたというか。 あこの世界に入ったのは<う>この世界っていうか <laughs>、えっと、19歳の時に美、はい、浜の,あの美人時計っていう,うん、うん、ちょっとなんかイベントをやってるんですけど今もやってるんですかねちょっとわからないんですけどたまにやってるらしいあやってますかそれにたまたま友達と参加しようってなって参加した時にはい、はい、ちょっとあの今,今風で言うとあ,のあれですよ 声がかかって。えー、お、なん、なんだっけ、こういうの、なんていうんだっけ、えっと。<laughs> あ、スカウト。スカウト。<う>スカウトされまして、で、事務所に入ることができ。で、今はもう、えー、っと、二年間、事務所にいたんですけど。うん、ええー、めて、今、フリーで、やってますね。十九歳からやってるんで、今、今年二十五なので。なる,なるほど。何年だ五年?えー。へえ。 四年、あ、六年。<laughs> そんな感じです。<laughs> 声をかけられて、スタート。はい。した的な、はい。しましたね。え、最初って。どんなだった。最初。な、<laughs> な、ただのナンパだみたいな。あ、でも、もともと、人前に出るの好きだったので。えー、で、あ。こういうの。やってみたいで、ずっと思ってたので。えー、そう。めっちゃ、なんか。運が良かったのか。 何なのかわかんないんですけど。変な人も多そうだけど、なんかいい人で。そうですね。めっちゃでも調べましたよ。あ、ここの事務所か,かみたいない。沖縄はそんな噂ないけど、なんか怪しい大人が。可愛い子になんかするみたいな。<laughs> そうですね。ちょっと東京とかだったら大変そうですけど。うんそうですね。そこからいろいろ。あ、モデルの仕事から始まったみたいな。はい、そうですね。二十九。はい。十九歳の時に。えー、めっちゃ遅咲きなんですけど。 そっかそでも僕も僕はえっとえー、っと22ぐらいからモデルとして活動してるはい紹介してないかなパーソナリティの一応アンドリューって言うんですけど <laughs> アンドリューさんです <laughs> 僕もんか、えー、最初なんか病院の先生が写真集を出してて海の写真とか撮ったりしてる方、はい、その方が、うん、まあ一応人物も撮りたいみたいな感じそっから始まって僕もなんか平和になんか悪い大人に騙されるとかそういうことでもなく。<laughs> 平和にスタートしてがきっかけです大学4年生とかだからそうですよね多分私も4年前ぐらいで出会った時それぐらいですよね多分へえ今はもうお忙しそうではい <laughs> 全然ですすごいですもう <laughs> へえもうずっと そっかでも今モデルだけじゃなくてタレント、うん、タレントとしてとそうですね司会とかあとは<ー>去年までは2年間ラジオパーソナリティも知ったんですけど あと先輩ですね。いえいえいえ全然ですよ怖いまだまだ怖い私漢字が読めなくて <laughs> <laughs> いつもリスナーさんがなんか難しい漢字を送ってくるんですよでちょっとなんか悪ふざけで読んでみーって言われて<ー>読めないっていうなんかバカキャラですよね。<laughs> なってましたね。とは沖縄チャンネルっていう女性向けのうん、うん あのー、サイトがあるんですけど沖縄のなんだろうファッションとかグルメとか美容とかを載せていくんですけどそのタレントさんとかモデル活動している方がライターで結構いてうん、うん、で私もその中の1位なんですけどうん、うん、そのライターを結構やってたりしますねあとは最近はもういろいろうん、喋る方になんか <laughs>。 喋る全然なれない言われたかお仕事いただくんですけど難しいですね喋しなべるの,のこんな偉そうになんかゲストを呼んでいや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 仕事論とかを聞こうとしてるの,のにこっちがなんかビビりまくりで <laughs> でも結構沖縄の仕事はねなんか大変大変っていうかうんイベントが多いですねイベントがはい。 土日は絶対もう休みじじゃなないいと厳しい感じがするうす、ね、うもうなんか芸能系の仕事やるなら絶対イベントやってるから本当にマジで結局みんな芸人さんとか女性タレントさんが司会やってたり、うん、そうですよねテレビだったりするから、うんうん、土日は絶対開けないといけないっていうのがなんか沖縄の特性な <laughs> てか絶対条件な気がするなあ。 確かにうん、えー、最初はモデルからスタートして、うんはい、ライターとか、はい、今は、MC、にそうですね縁があって、えーっはい、全然私あのめっちゃスタイルがいいわけでもないので身長も全然ないので <laughs> めっちゃファッションショーに出れるとかじゃないんですけどまあなんかいろいろねやってみてハマるやつを頑張っていこうかなと思って。うーん あそういえばなんか自分で言うのもなんですけどあのミス・ユニバースの2018ミス・ユニバース・ジャパン沖縄大会で4位になりましたすごいイエイ全部知ってるけど <laughs> <laughs> 自分で言うっていうそう今年の1月にやりましたね大会が、えー、ミス・ユニバースって、はい、なんか舞台裏とかどんな感じ <laughs> なんか神秘すぎてあミス沖縄とかもそうだけど、はい、なんか割とこうキラキラした部分しかなんか別にド、はい、ど,どすぐるとかとは思ってないけどなんだろう <laughs> いいイメージしかない <laughs> 言葉があるだけどそうなんか,よく,なんかよく言われるんですけど最初はやっぱみんななんだろう初対面なんでちょっと、うん、あのー。 なんだろう怪し,、うん、怪しむんうですけ、ね、ど怪しむっていうかどんな人なんだろうとかどもう全然友達になれるかなとかなるんですけど、うん、あのミスユニバースに関しては「あのえー、とビューティーキャンプ」っていう1週間の,なんかあの講義とか講座があるんですけどそれでもうずっと一日中みんなでいるのでそこからだんだん仲良くなってって。 全然バチバチとかはないですなですね沖縄はなさそうはいもう狭すぎてバレるしそんなことしたらそうあいつんか機嫌悪いぞとか何か嫌なこと言ってるぞみたいなって簡単に沖縄バレちゃうし鏡張りみたいなガラス張りみたいな猫かぶってたらもうそれこそダメなんでほんにさらけ出してで自分が得意なこととかメイクとかその喋り方とかをお互いにシェアしながら やっていってたたのでで全然バチバチチとかかはなかったですねビューティーキャンプはなんかこうインスタとか見てると、はい、なんだろうコテヘアアイロン使って髪のなんだろう綺麗なやり方とか <laughs> ウォーキングとか発声練習とかもなのかなみんなの前でこう<声>自分のアピールするからっていうイメージだけど実際は。 そうですね大体その中でのウォーキングと、うん、あと、えー、スピーチの練習とあとはもこの心の在り方とか考え方についてを座学で学ぶんですけど,ど,どそれがすごい勉強になりましたね、えー、講師の方って、はい、ぶっちゃけすごい方すごいです<ー>もうあの秋代由美子先生っていうんですけど企業のなんか新人研修会とかでも。 講演したりとか結構もう県内外で活躍されている方でうもう本当に考え方変わりますねこの人この方の講義を受けたらユニバースだけじゃなくて普通の一般人でも聞いてほしいぐらい、えー、すごいですねそういう人があんまりこうなんだろう目立ってないから <laughs> あ講師の人って、まあ、正直どうなんだろうなって思ってて。

最近なんだろうな玲なちゃんなんだろう目立ってるというか目立ってますか悪い意味とかじゃなくて認知されてるっていう意味でああてるってる気がするんですけどたぶんフェイスブックの友達も3000人とか4000人とかそうですねインスタも3000人とかそうですねまだ3000はいってないですけど2000位位ぐらいやっぱ仕事の依頼とか今は事務所に入ってないっていうことなんでもう なんか DM みたいな感じでもうほぼほぼ DM で DM で時代だなメッセージできますね <laughs>、えー、ありがたいことにそうなんだって意味う事務所入ってないからメールとかしないからイメージないからやっぱな,んだ、ね、なんか仕事でつながってまたそこから連絡来たりとかメールできたりとかするのでもう沖縄やっぱつながり大事ですねうんうん、うん、正直、うん、ありがとうございます <laughs> で,でもフェイスブックいっぱいフォロワーさんいらっしゃるんですけどうん、うん、あのちょっとねたまに電話が来たりとかするのでびっくりします聞きそう <laughs> 聞きたいなんかストーカーまではいかないんですけどファンの方が結構そこはみんな気になってると思う、はい、お熱いファンの方がいるので <laughs> 女性タレントさんはなんかどういうことになってるんだろうって。 やっぱりこのキラキラした部分がやっぱ、はい、なんだろう上がってるから画面上に、うん、やっぱ変な変なおじさんみたいな人 <laughs> いんのかなみたいなそうですねなんかありがたいんですけどちょっとプライベートまではそこまでは、はい、<laughs> あの入ってほしくないなっていう気持ちはありますねへえー、そうなんだ なんだろうこの DM のところフェイスブックでメッセンジャーインスタでいうと DM のところはもう結構ブ、はい、ワーってなってる感じインスタは全然なんですけどフェイスブックがすごいですねおじさまが多くてそっかはいとか外国の方とかそうなんだ外国の方もはいへえー、でもなんかね嬉しいけどね <laughs> みんなみんな電話はしないでね <laughs> <laughs> あ仕事の話でしたら全然いいんですけどいきなり「わ」ってされると,ちょっといきなり知らん人に、はい、すごいなんか愛の告白とかありますよ。えっ <laughs> そのまんま。めっちゃ好きですみたいな「えー、あ,ありがとうございます」って言うんですけどまずは会ってから、ね、会わないか <laughs> 道端で声かけてください。<laughs> 声かけられたら写真とかはあ全然いいですよ話しかけるのは全然全然いいですよもうむしろもうウェ<れ>ルカムですね嬉しいあんまり僕見てもなんだろうな人によるからあ<ー>そうそうそうプライベートはちょっとみたいないやもうみんな私のファンファンさんはもうありがたいので全然いいです、えー、はい <laughs> <laughs> 難しいね <laughs> ご飯に行く前に一旦 CM に行きたいと思います、はい

え、今夜のゲストは近所レナさんです。はい、レナです。タレント、モデル、アーティストなど。<laughs> はい。そしてこの番組は夜の会議。パーソナリティは私アンドリューです。まだまだ知られてないですが、す頑張っていきたいと思います。はい。お願いします。お願いします。さて、まあ、前半はなんだろうな。ちょっとえっとこういう仕事してますみたいな、はい、モデルと MC。うんうん、最近でいうとあの。 なんだっけ浦添の西海岸のなんだっけ、はいえっと、新しく開通されたなんだっけ特別道路に行いて内泊まりと橋の名前が3つあるんですよ西海,岸西海岸道路のところのなんだろうな開通前にマラソンと、えっと、ウォーキングをしようっていうイベントがありまして。うんうん そこであの MC のアシスタントで入らせていただいたんですけどあの,あ,あの道路歩行者通路がないんですよなので絶対もう開通する前に走っとけって感じで <laughs> <laughs> っていうイベントで、えー、私初めての MC のアシスタントしたんですけど、えー、もう一言で言うとダメダメでしたね。<laughs> <laughs> もう初,初回はな すごいい緊張、はい、僕の今やってるこの夜の会議もだけどいいきなりできなでる人の方がやっぱすごいと思う <laughs> 結構私のところはステージ上だったのでアーティストさん紹介したりとかうん、うん、そういう MC だったんですけど楽しかったですねもうなんか MC ももっと練習して増やしていきたいなっていうのはあります。そっかそっ、はい 肩書きで言っても4つとかになるのかな ?4 つモデルとか MC とかそうですねもうマルチタレントにしようかなと思ってます <laughs> <laughs> しようかなって多分いろいろこうけ持った方が仕事の幅も増えたり、ねうん、MC を通じて知ってもらえる方ができたり、はい、モデルを通じてこう知ってもらえたりするからとか、ね、やった方がいいと思ってて、うんはい、そんな感じなんですけどちょっと後半はちょっと ささっきののおじさんの D M じん DM ゃないけどちょっと女性タレントってどうなのという別にディスルとかじゃないですけど私は全然そんなに仕事の感じとか取り方とかギャランティーみたいなちょっと戦略みたいなあんまり。 フェイスブックとかに書かない、インスタとかに書かないようなことを。うん、書けないですね。フェイスブック特にな、ちょっとお偉いさんとか見てるから、はい、下手なこと書けないそうですね。うん、そこは僕、あの、インスタのストーリーにだいたい書いてて。うん、楽だからかに。でも、ギャラン。の方は、やっぱ、もらえた方が嬉しいので。その方が、やっぱ。仕事にか対する気持ちとか、意気込みも、やっぱ。 ないよりかは結構ねあ,のあるなんだろう熱意が出てくるんですけど <laughs> でも仕事によりますよねなんかすごい全国版の,あのネット配信とかそうテレビとかでしたらまあうん最初は少なくても出たいなっていうのはありますし何 <laughs> ですかね <laughs> 仕事によるんですかね多分。でもやっぱりあの モチベーションとかすごい変わるのでうん、うん、やっぱいな何だろう一人のアーティストをタレントとしてみ見てくれてるんだなっていうこの気持ちがあるのでうん、うん、沖縄ねギャラがなかったりとかよくあるんですけどやっぱあった方がちょっと濁されたりうんそうですねでもこう、ま、なんかやっていく最初は多分みんななんか自分のこのギャラとか、うん、まあ価値じゃないけど。うんうん ちょっとわからない部分があるんですよね、うんうん、初めましての時はでもやっぱり何年もやってくると、うん、そういうのが分かってくるかと思うのですがそ,うです、ね、それに見合った自分の経験を生かしていくことがやっぱ大事なのでうん、うん なんだめっちゃもうお金がギャラがないからいいですとかじゃなくてうん、うん、ギャラが出るように自分も磨いていかないとやっぱ認知されないし確確かに確かににそうプロモーションももっとやっていかないといけないと思うのでそこはね自分の自分磨きもっと頑張ろうって思いますね年々はいそれにちょっと深い話に <laughs> はいまあ イベント名とか企業名50、はい、名を伏せてちょっと今まで一番良かったギャラをちょっとな、まあ、どのジャンルでもいいんで、えー、モデルでも MC でもアーティストとしても、はい、なんか教えてほしいなとマックス、まあ、伏せてちょっと名前え企業名 <laughs> はいなんだろうあかそうですねあうんまあモデル事務所に入ってた時はちょっと分からないので。 言えないんですけど私がフリーになってからは、うん、本当に最近なんですけどあのなんだっけアベーマ TV の取材番組名番組名が「W の英樹」っていう,う <laughs> <laughs> あでも放送終わってるのであれなんですけど。あの い伊藤麻子さんが MC をされてるんですけどうん、うん、あ本当はシェリーさんがやってて、うん、で3級で、はい、今お休みされてるのでピンチヒッターでああの伊藤麻子さんがやっていてで沖縄の特集をするっていう、うん、あの番組だったんですけどそれそうですねあ沖縄人としては結構いい感じいい感じっていうかありがたい金額でしたね。 いくらですか <laughs> え言っちゃうんですか言っちゃいましょう22<に>万 <laughs> 沖縄の中ではだいぶいいそうですねあの多分いいのかなあの事務所に入ってるとそこからまた引かれるので <laughs>、うん、確かに厳選徴収も、はい、されるからのでまあまあいいのかなと思ってええー、私全然覚えないんですよギャラがこの仕事どれだっけだったっけとかそうで この,ままこの撮影がさ本当に最近あったので覚えてるんですけど怖い怖い怖い <laughs> 覚えないとあんまりそうですねちょっと家計を作らなきゃ<ー> <laughs> でもまあ何年もやってるからもうその辺は何だろうちょっと強,強気まではいかないと思うけどなんう <はい S 1> ちょっとこの仕事がこれくらいでみたいなもも言えるようにだんだんなってきたう<ー>そうですね<ー>なってきてますねあとはもう結構あのモニターさん モニターの仕事とかもありますねあい<ー>うのって<ス>モニターというか,このエステとか受けてくるみたいなそういう、はい、無料でそのエステやっていただく代わりに味が、えっと、私が宣伝する代わりに無料で受けれるっていうこのエステとかいろいろなるほど,なるほどそうですねそれもありましたね、えー、結構じゃあ,、まあギャラはギャラとかお金のまあ 感謝、うん、これぐらいにしておいて。<laughs> そうですねお願いします。お仕事は D M でしてて。はい。してます。ちょっとまあ人に見られて、はい。なんだろう覚えてもらう反面変な人もいると思うんですけど。<laughs> そうですね。具体的にどんな変な人がいるのかまあ女性タレントとして、はい、ちょっと Facebook の友達が三千人四千人インスタグラムも含めてなってくると、はい、こういう変な人がいるよっていうのをちょっと教えてほしいです。<laughs> そうですねさっきもちょろっと話したんですけど。<laughs> なんかフェイスブックのメッセンジャーって電話機能があるんですようん、うん、で電話機能で本当に夜中とかうん、うん、夜電話かかってきて「<laughs> えどうしよう <laughs> ?」ってなるじゃないですかとかまあすごいもう毎日っていうほどなんかメッセージ来たり「おはよう」とか「今何してるのどこいるの?」とかもあったので<ー>もう正直もうはっ怖いと思う,思うじゃないですか。うんうん でもやっぱなんだろうこういう仕事してるので拒否られないっていうかあの友達申請来たらとりあえず、OK、しちゃうんですよ私あの共通の友達がいたら OK するんですけどいなければちょっとあの様子見る感じなんですけどなのでう嬉しいんですけど私のことをね気にしてくれてるのは嬉しいんですけどやっぱねあのなんだろう TPO っていうか、はい、そういうのを人だぞっていうはい<の>私も一人間なので <laughs>、はい、<laughs> そこはちょっとねなくしてほしいなーっていう気持ちあります <laughs> <laughs> さてそ、はい、ろそろエンディングにいきたいと思いますはい、はいえー、夜の会議 今夜の第三回目のゲストは近場リスナーさんだったんですけど、はい、どうだったでしょうか。楽しかったです。久しぶりにいっぱい喋れて、<laughs> 結構いい話が聞けたんじゃないかなと思います。はい。まあリスナーさんもなんだろうな、この気になってると思うんですよね。実際実態どうなってるんだろうみたいな。<laughs> ね、あんまり喋らないですからね、<laughs> こういう話。可愛い,い女の子は SNS でキラキラしてる反面どうなってるんだろうみたいな。<laughs> はい。結構いい話が来たんじゃないかと思います。 はい、でもその反面なんだろうなこう力強くやってるんだぞみたいな、うん、一応考えてやってます <laughs> 最後何か告知などあればそうですね私はやっぱフリーでやられてるやられてる,や,られてるやってるのでぜひ <laughs> あの,あのいろんな仕事を振っていただければ嬉しいです <laughs>、はい、何で検索したらえっとフェ、e、イスブックは l e i n a l e i 近所近所でやっていただければ嬉しいですインスタはイナドット k ですね うんうんはいはいよろしくお願いしますとうことで今夜のゲストは近所へんさんでした、はい、ありがとうございましたまではまた来週バイ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 。バイバイ